はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。松本様、富江様、翔吾様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたーく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。東京地区支部長募集であります。よろしくお願いします。5月4日 NHK スクランブルデモ in 渋谷調整中であります。デモ申請終わったら正式に告知いたしますけれども、皆様よかったら予定開けといてください。場所は渋谷です。よろしくお願いします。本日は豊島区議会の副都心開発調査特別委員会、名前投げ議員協議会、議会報告会、実行委員会全体会でびっちりやってまいりました。長えな名前な。まあこんな感じなんですけれども、もう疲れちゃって目つきが変になっております。疲れちゃってっていうのはですね、ちょっと罰金刑食らった職員2名と議員2名がおるんですけれども、まあ自民党議員さん2人が罰金刑、食らったんですけれども、それの吊るし上げを議員協議会でやっとってね、他の議員、他の党、会派の議員が、あれこれ言って、その区長とか副区長とか自民党の今の代表とかが、答えるっていうような吊るし上げやっておりまして、本人たちはまあ出席しなかったんですけども、人はですね、正義を背負った時に一番残酷になれるそうであります。例えばですけど、お互いの神をかけて争う宗教戦争であるとかですね、あとはですね、自分は全く関係ねえのに芸能人の不倫を叩く人であるとか、まあ正義を背負った時に人は一番残酷になると。文句言いたい放題だったな、他の党の議員はね。私最後に発言したんですけど、罰金20万、私スピードオーバー38キロオーバーで罰金30万払ったことありますけど、あと懲役2年、執行猶予4年の判決受けましたけどですね、1回2回の有罪で人生終わりじゃねえから、世の終わりじゃねえから、っていうようなことを、辛い、今は辛い、叩かれて、でしょうけど、その時は私を見てですね、下には下がいるって、心を軽くしてくださいって、言って、終わりました。まあまあ、見てらんねえね。正義を傘にかかったいじめはね、私そういうのデッキですから、ロシア潜水艦が日本海で巡航ミサイル発射訓練したそうであります。松野官房長官、引き続き情報収集警戒監視に努める、まあテンプレの回答ですね。昨夜やらがしたんですけど、まあ昨夜のうちはこのニュースで持ちきりでありました。ネットの反応です。とうとう海鮮か、球場最悪、だんまりで草。そっか、全然だんまりが。全方位、フルスイング。やってることが完全に北朝鮮。胸をが単身で乗り込んで、説得してくる。バカさよ、球場あるから平気平気。球場信者の皆さん、コメントどうぞ。左翼は酒持って説得に行け。今年になって9回もミサイル撃ってる北朝鮮なんですけど、これロシアに言われてやってんですよね。もちろんですね、東部戦線牽制にロシアが北朝鮮にやらしていることであります。東部戦線っていうのは北方領土ね。北方領土盗んでるっていう自覚があってですね、後ろめたいもんですから、ウクライナで忙しい時に北方領土を取り返されちゃたまらんってビグビグしてんだね。それはですね、俺ならそうするなっていう考えがあるから、日本もね、攻め込んでくるって
怖くて怖くてしゃあねえの。だから、北朝鮮に、ミサイル、ボンボン撃て、言ってですね、また撃てよって、10回目って言ったらですね、とうとう北朝鮮に、もう、ミサイル、ありましぇんって言われて、しぶしぶ自分でやったのかなー、思いますけれどもね。北朝鮮の真似とか、似てきたとか、ビッグ北朝鮮とか言われてますけれども、そうではありません。北朝鮮のミサイルもですね、核の技術もですね、軍備もドクトリンもソ連譲りなんですね、実は。AK なんか使ってましたし、あとトカレフなんかも使ってましたね、北朝鮮の武器ね。そんなこんなで、つまりですね、北朝鮮が小さいソ連なんですよ。ロシアが大きい北朝鮮でなくて、北朝鮮が小さいソ連なんですよ。なんでやること似てんのは当然っちゃ当然ですね。今後は日本海でのミサイル発射は続くと思います。ロシアが想定外なのは、日本人が北朝鮮のミサイルに慣れちゃって、無関心、麻痺しちゃって、牽制になってないこと。ですね。当てが外れましたね。このニュースが、ハッだったのは、昨夜までで、一晩明けたら2チャンネルでも話題になってません。2チャンネルニュース速報っていうのがあるんですけど、そこね、勢いあるのがどんどん上に上がってきて、勢いがない。つまり、書き込みが少ないのは、どんどん下に行っちゃって、見えなくなるんですけれども、たちまち見えなくなってしまいました。日本人、あっさりしてんなぁ。なんて、ちょっと感心しましたけどね。田村智子、共産党副委員長、偉いんだ。委員長が C 数ですね。ナンバー2ってことですか？平和の声。ジェンダー平等の声を上げていくため、女性議員を、増やさなければならないとか言ったそうであります。ネットの反応です。日本でジェンダー云々言ってる連中は赤の紐付きと、共産党の手先だってことですかね。女性議員と平和と何の関係が、本当だよね、全くだよ、ね、女の方が男より好戦的なんだわ。すぐ仲間割れして、すぐグループ作って、すぐ鍵口叩いて、すぐマウンティングして、みたいなことをこの方は例に挙げてましたけれども、女性議員イコール平和は意味わからん。全然わかんないですね。女性の方が、豊島区の議員も女性何人もいらっしゃいますけど、女性議員の方が思いっきりいいぞ。発言でも動きでも思いっきりいいですよ、女性の方が。結構男はグズグズして決めらんねえようなこともスパッと決めますよ、女性の方が。こういう言動が女性のイメージダウンになってるのは分からんのか。分かんないからやってんですよね。女性と男性の議員を同数にしようなんつって言っちゃってますけど、そんなん能力で選ぶべきだろう、それこそ男性差別だろうみたいなこと言われてますけれども、ロシアに行って話し合いしてこい、女性は核保有に反対すると決めつけ、全くだね。能力があるなら性別問わず、これが正解、全くだ。機械公平って言うんですよ、こういうの。機械公平で結果公平っていうのは、結果平等っていうのはダメなんだよ。無理やり男と女同数にしてね、賢い受験生の女性落としてる、いっぱい落としてる都立高校みたいな例もありますでしょ。ナチュラルに男性差別、気がつかないんだろうな。気がついてないですね。平和のために女性議員を増やさないととか言って、ああよかった、相変わらず変で、最近言うことちょいちょい変わる共産党ですから、変に改心してまともになっちゃったらどうしようって心配しておりました。 C 和夫なんかもね、自衛隊は違憲だが
防衛のためには活用させてもらうなんて、そんなね、虫のいいこと言ってましたし、あと小池晃事務局長なんかもですね、9条で平和になるわけないですよってテレビでつい言っちゃったりですね、今まで言ってたことを全否定。小池晃面白いですね。あの人ね、たまにぶっちゃけますね。赤旗によれば、何でも改憲と核武装させないために女性議員増やさないとって言ってるらしいんですけど、何にも関係なくない？女性議員の方が思いっきりいいぞ、よし攻撃しましょうとか言っちゃえよ多分。じゃあね、女性議員全員高市さんみたいな方でもいいんすか？女性だったら全員高市さんみたいな方でもいいんですか？それであなた方はっていうような気もしますけどね。女性議員は改憲に反対のはず、核武装に反対のはず、その考えはどこから、私は喉からとか、私は鼻からとかいうコマーシャルも昔ありましたけれども、その考えはどこから出てくるのかさっぱり分かる、自分でも何言ってるかわかんなくなっちゃってんじゃないですかね、共産党の、副代表ナンバー2はね、よくわかりませんけれども。というわけで、支部長募集しております。東京地区のよろしくお願いします。デトックスジャパン。